はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。今日はこちらですね、うん、RPG スクールフェスです。はい、こちらですね、2016年11月24日発売の任天堂 3DS 用のソフトですね。わかるよね、うん、RPG スクールだから RPG のゲームが作れるソフトなんですね。あ、パッケージこのような感じになってますね。前にかっこいいイラストが出てます、うん、裏側がこんな風になってますね。で、注目すべきはここだね。これ作ったゲームをみんなと共有できます。はい、このですね、 RPG 作るフェスで作ったゲームをアップロードしておくと、 RPG 作るフェスプレイヤーって別のねソフトが任天堂 e ショップで無料であるみたいなので、それをダウンロードしておくと作ったゲームをまたダウンロードできて遊べちゃうらしいです。その RPG を作るためにはこの RPG 作るフェスが必要ですね。はい、じゃあ早速開けていきましょうか。はい、はい、ソフト入ってますね、うん、では実際にちょっとやっていきましょうか。はい、はい、それでは実際やっていきましょうか。はい、では始めるを押してください。はい、きた。お、始まりました。じゃあまずスタート。そして新しく作るだね。はい、はい、新しく作るでいきましょう。はい、フィールドや町、ダンジョンなど冒険の舞台となるマップを作ります。作るマップによって違った作成方法が用意されていますだって、はい、じゃあマップ作成からまずいきましょうか。はい、はい、データを新規作成編集しますだって。2番。そうだね、1番なんかテストで入ってるから2番にしましょうか。はい、完全に新規で作っていこう、うん、でワールドマップにしましょうか。はい、で一番大きいのでしょうか、はい、大ってね。はい、でこれで OK かな。はい、こんな画面。まずは海しかない。うん、海しかないだね、うん、そしたら右下にパレットがあるみたいなのでパレットを選んでください。はい、はい、そうするとあ、いろいろあるね、うん、これは池とか芝とかある。あ、マグマとか、マグマとかあるね、うん、なるほど。じゃあまずはこの草。そうだね、草っていうか地面か、うん、うん、これを埋めていきましょう。はい、せーの。お、どうやった。A ボタン、A ボタンした、うん、じゃあタッチペンも使ってみます。うん、おー、あ、簡単簡単、楽。あ、これは結構思い通りのマップが作れそうだね。うん、全然繋がってないから歩けなさそうだけど、へえ、おもろい。うん、じゃあ他にもいろいろ追加してってごらん。うん、これに、お、おー、いろいろある。うん、じゃあまずは普通の家を。うん、あ、できた？あ、できた！お、やった！やったね！初めての家？あ、3つもね、町になった。うん。これでもさ、なんかこの島すごい池が多いっていうかさ、ちょっと、なんとちゃんと整えた方がいいかもね。うん。おー、いいね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 。うん。すごい、もうジャングルになっちゃったけど。やりすぎちゃったかな。あ、でもさ、その池の周りに木があるからいい感じだね、なんか、うん、うん、ここはほんのちょっと変だけど、ジャングルだね、そこね、うん、ジャングル。いい、でもジャングルの奥に洞窟とかあればいいんじゃない。そうだね、洞窟の入り口よね。じゃあこれだ。あ、いいね、いいね、一個でいいね。あ、いいね、いいな。あ、おもろいねこれ、うん、こんな簡単にできるんだ、うん、これ ちなみにこの下のパレット、これ今鉛筆のマークのところがこれ作るってやつだね、うん、で、この消しゴムみたいのがあると消せるんだね、うん、多く作りすぎたお城とか今消しちゃってごらん。ああ、これ、これくらいね。そうそう、消しちゃった消しちゃった。あ、そんな感じ、そんな感じ。はい、じゃあエイシン君の街、ちょっと大雑把だけどできましたね、はい、すごいね、大都市があってちょっと下にずらすと森があって、もうちょっと下にずらすと洞窟がありますね。おお、いいね、まさに、はい、ゲーム。そしたら B ボタンを押してエイシン君のワールドマップ、はい、とりあえず完成しましたので、次に3番を押しましょう。はい、で町作ってみよう今度。はい、はい、では、はい、町もじゃあ128128の大きいやつにしましょう。はい、これ OK で A ボタンで、はい、ああ、これも一から作っていくのかい。そうだね、うん、これ芝生置いてんの。うん、うん、こっち買えばいいんだった。そうだね、ペン使った方が圧倒的に早くできるね、うん、あ、できた。 OK、 すごい。
巨大なお城ができた、じゃあこの周りちょっと装飾していけばいいんじゃない、芝生だったり、はい、じゃあこんな感じでエシン君が作った町できました、はい、お城があってお家があってね、なかなか面白いですね、はい、じゃあ B ボタンに戻って、はい、これで、2番がエシン君のワールドマップ、3番がエシン君の町ができましたね、はい、はい、こんな感じで作っていくみたいですね、はい、面白いね、面白い、うん、ということで RPG 作るフェスプレイヤーダウンロードできましたのでやってみましょうか、はい、はい、お願いします、開ける、開ける、はい、おー始める、はい、じゃあここでダウンロードしたいときは、うん、通信ボタンを押すんだって、はい、通信、はい、で分かり、利用規約を読んで、で分かりました押してください、はい、でインターネット接続、はい、でニックネームはエイシンにしようか、はい、エイシン決定してください、決定、決定、はい、これで嬉しいですか、はい、投稿作品のダウンロードこれだ、おそれでみんなの作品、あったね、観光大使クエストありました、じゃあこれダウンロードしてください、ダウンロード、はい、はい、ダウンロード、お、セーブされました、そしたら B ボタン押して戻る、うん、戻って戻って、さらに戻って、ゲームプレイ、これだ、入ってますね、はい、じゃあやってみましょうか、はい、はい、用意しました、おお、観光大使クエスト、岐阜県の観光大使に就任した流れ星滝上が都道府県魅力度ランキングで1位を目指すっていうゲームなんだって。では初めから、はい、初めからお願いします。岐阜県の観光大使に任命された流れ星滝上は、岐阜県知事に呼び出され、県庁所の知事室を訪れた。ちょっと難しいね、うん、おお。遠いところまでわざわざすまんな君は都道府県魅力度ランキングというものがあるのを知っているかね、世間ではそこに住んでいる人からの意見を収集しランキングにしていると言われているが、本当は全くもって違うえ？びっくりするのはまだ早いぞ、本来はここからだ、毎年発表される都道府県魅力度ランキングは都道府県の観光大使たちが代表で戦う大使一武道会の結果で順位を決めているのだ、そんな話おもろい、君は岐阜県の前回のランキング順位を知ってるか、なんだろう、前回はランキング29位だ、どちらかといえばあまり良くないが2年前3年前に比べればだいぶ良くなった方だな、うん、だがしかし私はこの順位に納得しているわけではないのだそのためにも君には岐阜県の魅力を上げるために頑張ってほしい、そして今回こそあの絶対王者北海道を倒してくれおっとせかして悪かったな、安心してくれ、こちらも1位を狙うためいろいろと準備をしたものがある、やる気になってくれたか、まずはここから北東にある下呂温泉に向かって仲間を増やすのだ、頼んだじゃ、うん、ということだ、うん、なるほど、これ完全にオリジナルストーリーだね、うん、こういうのが作れるんだ、うん、こうしてなんて書いてあるんだ、こうして都道府県魅力度ランキングで1位になるべく流れ星滝上の冒険が始まったのであった、あ、動ける、うん、あ、で B でダッシュ移動、あ、そう、できるそういうのも、うん、お、出た出た出た、あ、出る音とか本当に RPG ゲームっぽ、おー、街だね、うん、めちゃんがさっき適当に作った街と比べ物にならないな、うん、話せる話せる、ここを北に向かった先に岐阜県県庁がありますだって、もう下に出られるんじゃないのこれ、ほら出た、あ、出た、お、これ岐阜県県庁もしかして、そうかもね、でもどこ行ってんのやちゃん、あ、岐阜
ゲロ温泉はどこだ。ゲロ温泉道だ。あ、マジで入った。この看板を読んでごらんよ、今の入り口の。あ、これか。そう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 、ゲロ温泉来た来た、ゲロ温泉。よし、来た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 、ここだ。ここの温泉から見える飛騨の山が山々の景色は最高じゃんだ。うん。お、なんか待ってる人。お、よく来たな、北上。滝上。あ、ごめん、滝上。俺は中上。お前に仲間になるよう知事に言われてここに待っていた。やった。怖いけどね、この人。怖い。しかし、ただの仲間になるのはつまらないからな。この俺、中英を倒せたら仲間にやってやるよ。あー、こんなん。もう、じゃあ倒してみよう、はい。よし、じゃあさっさとかかってきな。初バトル、中英が現れた。戦うか逃げるかしかない。戦う。攻撃、防御、特技、アイテム。攻撃だな。攻撃。中英。お、攻撃した。16のダメージ。お、食らった。食らった。20のダメージを、一発ギャグで20のダメージ食らったよ。そう。攻撃だ、頑張れ。チュエ倒せ。アイテム使う。あー、か、みゆかわされた。やばい。チュエの攻撃、うわ。やばい。6、あ、6だったらでも大丈夫。アイテムが持ってるからなんか。何も持ってない。ない。ちょっと攻撃しかない。特技。特技。治療。あ、回復できた。回復しよう。治療を唱えた。26回復、うん、OK、全開。よし、全開。よっしゃ。うわ、毒？毒。毒付き、5度ダメージ。やばい。大丈夫、毒1しか食らない。うん。攻撃行こう、攻撃。中へ攻撃しよう。よし。15のダメージ。突進、6のダメージ。大丈夫。よかった。2。あ、もうすぐ。OK、次倒せる、きっと。OK、倒したー。よっしゃー。勝利。やったね。バトルに勝利しました。流れ星、流れ滝上はゼロの経験値獲得、ゼロなんだ。さすがに強いな、滝上。約束だから仲間になってやるよ。おお。イエーイ。はい、ということで流れ星滝上さんの観光大使クエストをちょっとやってみましたけど、面白いね、うん、こんな感じでオリジナルの RPG が簡単に作れるのはいいね。うん、うん、なんかうちらも作ってみる。作ってみたい。ワンチャンネルクエスト作ってみる。ああでこれね、アップロードとか簡単にできるみたいなんで、さっきの手順でね、街作って、うん、あのキャラクターも選べるし、うん、キャラクターのアイテムの強さとかも決められるし、お、武器とかね、うん、そういうのも決められるみたいなんで、結構奥深いと思います、うんうん、ただこれでできたゲームは面白いよね、うん、楽しめると思います。はい、ということで今回は RPG スクールフェスでした。